こんにちは、フォルメージの田郷です。この度、スタイリストに昇格いたしまして、これからスタイリストとしての美容師人生が始まるわけですけど、金谷西さんからは、スタイリストが美容師のスターだということを言われてまして、今後果たしてどのようにして美容師人生を歩んでいけばいいのかということを今日は西さんに聞きたいと思います。ということで西さん、お願いします。あ、どうもこんにちは。どうしましたっけ？僕もついにスタイリストなんですけど。ああ、スタイリストになりましたね。はいはい。西さん、前からスタイリストになってからがスタートやっていうことを。確かにそうや。はい。今までは序章で、序章の次よね。ここからが本当にね、スタートですね。はい。でこれからちょっとどうやって美容師人生歩んでいったらいいのかなっていうのを今日は教えてもらえたらなと思って、今日はどうやって美容師人生を歩んでいったらいいのかな。はい。今日教えれるかいな。これはね、なかなかの対策ですよ。はい。やっぱまあちょうどね、まあ田郷君これからねスタイリストとして人生歩んでいくと、はい、まあいうことやからちょうどいい機会かなとは思ったんですけど、はい、今日一日では絶対無理や。はい。うん、おそらくねYouTube で配信するならば、はい、全18回コース。おー。なかなかですね。なかなかやね。はい。うん、多分視聴回数稼げずに18回まで2回かもしれないけど、はい、まあ全18回コースぐらいの、はい、まあ多分その、まあ、ボリュームはね、まあ、あるかとは思うんですけど、はい、まあそうやね、うん、まあその辺をねちょっとね田郷君もこれからね、はい、うちのスタッフの一員、まあ、スタイリストとしてね、はい、活躍してもらわないといけないんでね、はいはい、しっかりとね、はい、その辺のまあどのようにねスタイリストとして歩むかっていうのをね、はい、ちょっと知ってもらいましょうかね。はい、はい、お願いします。西さん、KO-KOはインスタやってます。概要欄からチェックしてみてください。フォローしたらいいことあるかも。サブチャンネルバックルームもよろしくね。はい、ということでね、田郷君ね、はい、ちょっとねこれからね人生を変える、まあ、美容師の授業と、はい、まあちょっと大きなタイトルをつけましてね、はい、全228回めちゃめちゃ増えてますねいつまでやんねんみたいなねことになってくるわけなんですけれども、はい、まあね人生を変える美容師の授業ということは、俺が今回ね、はい、この内容をね田郷君に叩き込むことでね、田郷君の美容師人生をこう良くしないといけないわけですよ。はい、そういうことやね。はい、そうです、ね、そういうことです。じゃあそれじゃないと、はい、この人生を変える美容師の授業のこれ意味がないわけですからね。はい、田郷君の人生が別に大して変わらなかったとか何なの悪なったんだとかこんがらがって悪なってた、これ意味ないわけですからね。はい、はい、だから田郷君の人生を良くしないといけないということで、まずねこれじゃあ人生って何なんやみたいな、まあ、ちょっと大きなことをね、考えたいと思いますね。はい、はい、で人生っていうのは何かの積み重ねなわけです。これ田郷君何の積み重ねやと思いますか？経験ですか？経験。はい、経験ですか。はい、なるほど。じゃあ田郷君は今美容師として、はい、ねスタイリストになって、はい、2020年の8月、はい、ねスタイリストになってこのフォルメージというお店に立ってるわけですよ。はい、それが君の人生やんか。はい、これは田郷君の何の積み重ねや？今人生やな。はい、田郷君の何かが重なった結果今2020年の8月に美容師としてスタイリストとしてこのフォルメージに立ってるわけですよ。ほんで俺にカメラを向けてるわけね、はい、これ何の積み重ねや？田郷君の何の積み重ねや？練習、練習、練習、努力、努力、継続、まあ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 当たらずとも遠からずっていうことでね、行動の積み重ねなわけです。ああ、なるほどなるほど。わかるよね。はい、例えば美容師を選んだで美容学校行った、これ田郷君の、まあ、行動じゃない、はいね、今までこう犯罪もせず脇道にそれずね、はい、まっすぐ育ってきた、これも田郷君の行動だよね。はい、ね、例えば、はい、犯罪を起こして警察に捕まることもできたよね。そうですね、できたよね。はい、例えば他の職業を選ぶこともできたよね。はい、フリーターとしてフラフラプープーすることも若いからできたよね。そうですね。ただやらなかった、はい、美容師を選んだわけでしょ、はい、それもほんでこのお店を選んだのもタオルの行動なわけよ。そうですね。練習した結果、はい、この2020年の8月にスタイリストになったっていうのも行動なんでしょ。はい、全てタオル君の人生っていうのは行動の積み重ねによってですね、はい、こう作られてきたわけですよ。はい、わかりますね。はい、ほんなら人生を変えようと思ったら何を変えればいいの？行動を変える。そうなんですよ。じゃあ行動を変えればいいんですよね。だから行動っていうのはじゃあ何でできてんのか、ここを考えたいんですよ。これによって人生が変わるんですよ。はい、わかるよね。はい、行動の積み重ねやから、じゃあ行動を変えればいい。じゃあ行動はどうやって変えることができるのっていうふうな話なんですよね。はい、でここはちょっと難しいんですけど、ここはまあ俺なりの解釈なんですけど、刺激プラス何かっていうふうな、まあこういうのはちょっと表現になるんですけどね。はい、はい、このまあ刺激っていうのは、はい、まあまあ外部から与えられる要因っていうかな、つまり太郎君が選べないことなんですよ。はい、わかります。はい、例えば男性として生まれてきた、はい、選べないよね。そうですね。うん、日本の奈良県で生まれたはいね、選べないよね。そうですね。はい、はい、親が散髪屋だった、はい、これ選べないよね。はい、散髪屋のとこに俺生まれるのかなとかっつって生まれてきたわけじゃないやん。そうですね。選べなかったやんか。はい、まあそんなことはまあ当たり前なんですけど、はい、例えばまあ俺からこういうことを注意されたとか、はいね、これ選べないよね。そうですね。うん、で俺に今回 YouTube のカメラを撮れと言われたとか、はい、これも選べないよね。そうですね。でそういうふうなこう太郎君にとっていろんな外部からの刺激があるわけですよ。はい、でそこに対して何かが組み合わさった時、太郎君の行動として出てくるわけなんですよ。はい、意味わかりますか？はい、わかるよね。はい、例えばまあそうやね、まあちょっと変な例だけどもね、ある例えば女の子がいてね、はい、多分その女の子は太郎君に告白してきたとするじゃない。はい、それは太郎君にとっては刺激だよね。はい、選べないよね。はい、向こうが言ってきたわけやから、はい、ね、こっちがやれって言ったわけじゃなくて、はいはい、向こうが言ってきたよね。はい、でそれに対して太郎君はイエスというかノーというのかね、それもまあ言い方をどうするのかな、優しくノーというのかとか、もうビンタしてノーというのか、はい、ね、それによってまたその先がちょっと変わってくるね。はい、例えばイエスにするのかノーにするのかって太郎君の人生少なからず変わるよね。そうですね。わかるよね、言うてるよね。はい、ってことで、その刺激に対してね、太郎君の考え方が入ってくるわけなんですよ。それに対してどう考えるかで、はい、太郎君の行動が変化するわけなんですよ。わかります。はいね、例えばね、よくある話なんだけど、はい、お客様から「うわちょっとこの髪型ちょっとおかしい」と、はい、クレームをいただいたスタイリストとしてね、はい、それ誰しも1回2回あることなんですよ。はい、その時に「なんでやねん、俺言った通り切ってやんけ」っていうふうにしてイラッとするのかね、はい、でも一瞬ちょっとグッというふうになんか思っちゃうんだけど、あ、これはこう自分に対してものすごく、貴重なご意見なんだと。はい、いうふうに理解して、はい、それをきっかけに何か改善しようというふうに考えることがいいことなんだって、もし知ってれば、はい、あ、これは自分に対してどこを直せって言ってるんだろうっていうふうに初めちょっとイラッとするかもしれないけど考え直す、はい、そうするとそのお客様に対しての行動って変わると思いますね。対応の仕方って。そうですね、変わりますね。うん、何回も来んなよみたいな、はい、そんないちいち細かいこと言うなよとか、前言ったことちゃうやんけとか言いながらクレームの処理をするのか、それとも、あ、自分がちょっと突っ込んで聞けなかったなと、お客様の気持ちを汲み取れなかったなとか、はい、自分の技術足りない部分をあぶり出されてしまったなとかっていうふうに思って、はい、その対応するのと全然行動変わってくるね。そうですね。その結果お客様が引き続き来てくれるかもしれないし、はいね、来てくれないかもしれない、はい、変わるわけじゃん。変わりますね。そういうのを積み重ねでここは変わってくると思いません？はい、なんとなくわかるよね。はい、今ので結構違うなと思いました。違うよね、今のね。はい、例えば、まあ、一緒に働くスタッフがいるね。はい。アシスタントがいるね。はい。もうよくあるんですよ。もうスタイリストになった瞬間に、いや俺スタイリストやでお前アシスタントやろみたいな、あおいおい全然立ってる土俵ちゃうでみたいな感じで、要するにアシスタントを下として見るのか、はい、それともあ自分がこうちょっと忙しくなってきた時にちょっとこう代わりに仕事をしてもらえる一人のこうパートナーとして見ていくのか、はいはい、で全然アシスタントに対して下として見るのかパートナーとして見るのか、うん、仕事の教え方とか接し方とか全然変わると思いません？そうですね。だからパートナーとして見ないといけないよっていうのを知ってるのか、はい、それともただ単に何も知らずに「いや上の立場やから」みたいな感じで思っちゃうのか、はい、これ全然行動変わってくるね。そうですね。その結果そのアシスタントが他国のために頑張ろうとか思うのか、はい、なんかあの人うっとうしいなと思うのかによって、はいはい、お店のコミュニケーション変わるやん。はい、そうするとやっぱり自分のさなんか仕事のやりやすさも変わるやん、はい、成績も変わるやん、はいね、成績変わるってことは給料も変わるやん、はい、その結果人生変わると思いますよね。そうですねっていうふうな感じになってくるね、はい、なんとなく分かる、はい、なんとなく分かる。でこの図で言うと、はい、自分が変えられるものっていうのは、はい、ここしかないんですよ。ここしかないんですよ、自分ができること。そうですね、うん、この考え方の部分しかないんですよ、はいね。人生が行動の積み重ね、まあ、これは公式としてあると、はいね、で行動っていうのは刺激プラス考え方であるってことは、刺激というのはお客様のクレームだとか、はい、例えばスタッフがなんか例えばこういうふうにブローしとってって言ったのに全然違うブローをしてしまった、はい、これも他国にとっては刺激よね、はい、こっちは思ってへんねんから向こうがやることやねんからね。そうですね。それに対して他国がどういうふうな行動をとるのか、はい、お客様に対してそのアシスタントに対してどういうふうな行動をとるのかっていうのはもう多分ここ次第なんですよ。でしょ、はい、だから自分で変えるのはこの考え方の部分しかないわけなんですよ、はい、だから俺がお伝えできる人生を変える美容師の授業、そしてこれ人生を変えるということが目的であるならばですね、僕が伝えることは美容院で起こるだろうこのいろんな刺激に対してのこの考え方の部分を今回はシリーズでお伝えしますよと、はい、いうふうなことになりますけど、ここまでご理解いただけますでしょうか？大丈夫？大丈夫です。マジか。はい。ほんでね、この俺がねなんでこの考え方ってここなんやなって、人生変えるのは、はい、ここがものすごく大きな要因を持ってるなっていうふうに気づいたのか、はい、なんでここに気づいたのか、はい、っていうことはね、まあ、いろいろあるんですけどまあ実際これに気づいたのは中学3年生の時なんですけどね。へえ、うん、なんとなくパッと気づいた。そんなに前からですか？うん、そんなに前から15歳ぐらいの時ぐらいに気づいて、そこに気づいたのが正しかったんだなっていうまあ、正しいかどうかわかんないけど、はい、まあ自分の中では間違ってないんだなっていうふうに今でも思ってるから、はい、30年間思ってるわけですよ。だから、まあそれを気づいたきっかけっていうのはね、はい、ここでしゃべると、まあ、230回コースが280回コースがその辺はまあちょっとバックルームでね、はい、しゃべりたいと思うんですけれども、はい、まあ、このシリーズでですね、美容院で起こるいろんな刺激に対してこういうふうに考えましょう、じゃあこういうふうな結果になるんじゃないですかっていうようなことをお伝えするっていう、はい、まあ他国に叩き込んでいく、はい、そうすることによってさまざまな他国がねこれから起こる出来事に対してベストな考え方でベストな行動を取れるんで、それは他国の人生大きく変わりますね。そうですね、変わりますってことになるわけですよね。はい、はい、2019年日産 TV オンラインショップスタートしました。過去の動画で紹介したコルタシザーと日産KO-KO使用モデルなどを紹介してます。動画概要欄の URL から一度覗いてみてください。